おはようございます。本日は2022年の8月の11日、ここは JR 北海道北見駅から徒歩10分のところです。ですがね、あと10分でね、網走行きの列車で行ってしまうんです。ちょっと、ね、急がなければなりません。よかったよかった、間に合いました。北見駅あと3分で発車です。最初から道切符出さないとな。やった、キハ40だ。しかもなんか急行食じゃないこれ。やった、続いてもあと2分で出発です。まあ特急を使う機体か、大切か、特急大切か、機体か発車しないと思うんですけど、ちょっとね、自販機でお茶買いたいんでね、自販機でなんか買いたいなと思ったんですけど、2番、3番ホームって自販機ないんすね。まあ一回網走まで1時間なんでね。しました。ちょっとすいませんね、隣に特急が止まってるんですけど、それがうるさすぎて自分の声が聞こえないわ。この古戦況もなかなかなんか歴史を感じますよ。すごいなこれ、いつの時代のものなんでしょうねこれ。網走駅の駅名はこのようになんか縦書きの駅名になってるんですね。普通駅名って横文字しかないじゃないですか。縦書きの駅なんか見たことあります？なんでね、この網走駅の駅名表だけこんな縦書きになってるのかって言いますと、この近くにある網走刑務所というところが強く関係をしております。旧国鉄時代には網走刑務所で刑を終えた元受刑者のほとんどがこの網走駅から列車に乗車して故郷へ向かっていきました。その網走の町を左右にですね、この縦書き看板のように王道に、それることなくまっすぐあるんで生きて、行ってほしいとの願いが込められて縦書きになっているのだそうです。先ほど見てもらった通り、説明のように、これからの人生まっすぐ歩いていけるように、そのような願いを込められて網走駅の、駅名というのはこのような感じ、縦書きの駅名となっているんですね。これもね、なかなか面白いのかなと思います。網走駅から歩いて10分ぐらいのところ、10分もないか、まあ、5分ぐらいのところに天ぷら屋さんがあるんですけど、そこのご方にいろいろ教えてもらいました。で、ね、天ぷら売ってたんで、天ぷらも買ってきたんですけど、なんか地元の人は何だったかな、この団子三兄弟じゃないけど、なんとか三兄弟っていう天ぷらをよく食べるらしいんですね。で、次は先ほどの天ぷら屋さんで買った三兄弟です。いただきます。これ何なんでしょうね、はんぺんってやつなのかな。あと、トウモロコシも入ってて、あとちょっとカニの風味がしますね。カニも入ってるんでしょうか。いや、網走の人もうちょっと自信持った方がいいですよ。これはね、もう全然綺麗です。いや、いいね、来てよかった、本当に来てよかった。地平線がよく見えます。向こう側はどこなんでしょうね。いや、でもすごい立派だな、立派だ。ちょっとここ渡れますかね。ここに石があるんで、多分これに足かけたら渡れると思うんですけど、今どうなったのかっていうと、ここに足かけたらなんと地盤が崩れてしまって、あの辺に足をついてしまって濡れてしまった。最悪だ。まあいいや。いや、やっぱしね、こういうのがね、旅行なんですよね、本当に。いや、楽しいな。いや、まさかこんないい風景に出会えるとは思わなかったな。で、次の終着地点じゃなくて、次の途中下車の駅はやはりですね、知床車輪にしようかなと思います。というのも、川湯温泉だとちょっと入湯料とかかかってしまうんでね、やっぱり、お金のかからない観光でもしようかなと思います。知床車輪の観光はお金がかかるのか、そういうわけじゃないんですけど、まあ、でもね、レンタサイクルで、まあ、ある程度のお金はかかるんですが、でもね、知床車輪の方が結構見どころもあって、いいんじゃないかなと思います。で、次に乗車する列車はキハ54型。快速、白い駅です。なんで快速なんでしょうね。
だ着いた着いた着きました。網走駅から、まあ、50分ぐらいで着きましたね。ここは知床斜里の駅です。次の列車は5時間後のまた釧路駅なんですが、この知床斜里でですね、レンタサイクルでもして知床斜里の街でもいろいろ観光してみようかなと思っております。知床斜里駅にも駅員さんがいらしたんで、最長原道切符の途中下車員を押してもらうために見せたらですね、なんかちょっと苦笑いされてしまいました。でね、ちょっとまあそりゃそうですよ、苦笑いしない方がおかしいですよね。で、この最長原道切符のやられる方って結構いらっしゃるんですかって聞いたら、いや、ごくたまーに見ますよっておっしゃられてました。はい、見てきましたよ、天に続く道。本当にね、すごかった。道がね、ずっと遠くまであるんですね。で、坂の上にあるので、またそれもそれで本当に風景が良くて、あ、これぞ北海道だなという感じがしました。で、まあ道もすごいんですけど、その周りの風景もね、また見応えがありましたよ。右側には海が広がっており、あれが太平洋だったのかな、まあ、それも見応えが良かったんですけど、まあ、左側は山、山はね、別に今日は曇っててあんまりよくは見えなかったんですけど、でも晴れてたらね、もっと綺麗に見えたのかなと思います。次に乗車する列車はキア54型でございます。道路駅に到着しました。道路駅で10分間の停車です。道路まで着いたらね、あともう少しで終点釧路です。いや、ね、なかなか面白いですね、この専門本線。動物を見ることができる、言うて鹿ぐらいしか見てないんですけど、でもね、もしかしたら冬になると、鶴なんかも見えるのかもしれません。あと3分で出発ですから、まあ、すぐに車内に入ることにします。着きました、着きました。知床斜里の駅から、まあ、3時間ぐらいですかね。ここは釧路の駅でございます。夏にね、釧路やってきましたよ。でね、あのね、もう帰る時じゃなくて、あの釧路の到着直前なんですけど、夕焼けがね、めっちゃ綺麗でしたよね。あれ、なんだあれだって最後の最後でね、もう曇ってて、あんまり見えないかなとか思ってたんですけど、やっぱり、すごいですね、釧網本線っていうのは。今日の終着地点は釧路なんですね。ですから今日は釧路の快活クラブに泊まっていこうかなと思っております。釧路に到着いたしました。いやね、釧路立派っすね、本当に立派っすよ釧路。いや、もう大都会釧路じゃないですかこれって言ったらバカにしてるかな。まあいいや。で、途中下車員も押してもらいまして、じゃあ今日はもう終わりにしよっかな。いや、でもまだなんか釧路にね、なんか美味しそうなところがあるらしいんですよ。なんか市場かな、そこに行ってじゃあ終わりにしようかなと思っております。で、そうそう、和商市場に行きたかったんですけど、もう終わってますねこれ。で、駅から近いんでね、行けたらよかったんですけど、でももう夕方の5時ぐらいに終わっておりました。じゃどうしようかな、もうこのまま快活クラブ行くか、じゃないわ、快活クラブはちょっとね、やっぱり時間長くいたら長くいただきお金取られるんで、とりあえずスターバックスか、じゃあ、コメダコーヒーか、あとはマクドナルドとかに書き込みたいなと思います。